リアルサウンド映画部 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ライターのトマトリコです。今週もおかえりモネの1週間を振り返っていきたいと思います。第16週若者たち、今週はモネが東京から気仙沼に帰ろうとしていた寮を引き止め、塩見湯へ連れ戻してます。そこに仙台で暮らすユートとミツオが駆けつけ、幼馴染6人が久しぶりに集まりました。最初は思い出話に花を咲かせていたモネたちですが、次第に震災の話へ。モネたちはぶつかり合いながらもそれぞれが抱えていた思いを打ち明けるといった内容でした。今週私が特に印象に残ったセリフは、三尾が幼馴染たちに言った俺らもう普通に笑おうよです。今週はずっと、震災の話をこう避けていたモネたちが初めて、自分たちの気持ちをこう打ち明けたわけですが、その中でこう改めて複数の視点をこうたった15分の中に入れ込む足立直子さんのこう脚本の凄みをこう感じましたね。このセリフが飛び出したこう第78話の放送がちょうどこう防災の日だったんですが、モネたち東北大震災を経験している組と、菅波や莉子のように東北大震災に関してはこう経験していない組が、それぞれこう改めて今の思いをこう話して、両者の思いもそれぞれこう違えば、同じ経験者の中でもその時抱いた気持ちや感情はこう違うっていうことをこう見せてくる、考え抜かれたこう構成の素晴らしさをこう感じました。その上でこう震災のことに限らず、誰もがこう痛みを抱えているっていうことだったり、でも抱えている傷はそれぞれ違っているっていうことを理解した上で、三尾が亮の気持ちに寄り添 こうセリフが、本当に心も胸にこう刺さって、本当水曜日の放送はこうもうずっとこう泣いてる状態だったんですけど、最後に言った子も俺ら普通に笑おうよっていう、その一言で震災の日からずっとこうモネたちの間にあったわだかまりであるとか、それぞれをこう苦しめていたこう呪縛が少しこう解かれるような瞬間だったなっていうふうに思いました。改めて、本当の優しさってこう何なんだろうなっていうふうに私自身も深くこう考えさせられた回だったんですが、こうよくこう災害が起きた時に、心を一つにだったり、今こそ絆を大事にっていうふうなこうキャッチコピーがこう使われたりしますけど、本当にこう必要とされているのは、綾子や浩二が真嗣と一緒に食卓をこう囲んで南の思い出話をこう語り合ってましたけど、そういったようにこう時にはこう話して一緒に泣いたりこう笑ったりする時間だったり、モネたちのように普段はそれぞれ違う場所で頑張っているけど、遠く離れた場所からこう誰かが自分のことを大事に思ってくれてるんだっていうことの実感を得ることなのかなっていうふうに思いました。今週私が注目した人物は坂口健太郎さん演じる菅波です。今週は亮をはじめモネたち幼馴染の思いに焦点が当たった回だったので、いつもより菅波の出番は少なめかなっていうふうに思ったんですが、それでもなお金曜日の放送ですっかり心が全部持ってかれてしまいました。前半部分ではそのモネと亮の関係性をこう未知に聞いても、そのモネにそちらの時間を大事にしてくださいっていう風に言ったり、さすが菅波先生は冷静だなっていう風に思っていたんですが、よく見ると平然を装っている表情にも戸惑いがあって、以前さやかさんが言った本当は大人もジタバタもがきながら生きてんのっていうセリフを思い出さずにはいられなかったです。あんなにこう最初は何を考えているかわからなかったのに、リコにももしかして長浦さんですかっていう風に悩んでいることがバレるほどに表情が豊かになって、極めつけには自分からモネに会いに行ってこれでも動揺しているんですよっていう言葉ですよね。ちょっとこうあまりの衝撃にこう一瞬我を忘れてしまったんですが、特に私がキュンと個人的にキュンとしたのは、菅波が診療所での仕事に専念すると聞いて思わず菅波のこう手を握ったモネに対して、どうしたのってこうタメ口を聞くんですよね。
それまではずっと敬語だったのに、まあ、その瞬間にそれまで2人の間にあったこうよそしさがなくなって、まあ、一番心の距離が近づいたというか、あ、この2人の関係性がまあ変化するなっていうふうにこうはっきりと分かった瞬間で場面でした。あとはその心配して思わず出ちゃったんだろうなって思わせる坂口健太郎さんの優しい声が印象的でした。あとはモネを抱きしめていたセリフが好きとか愛してるとか、その分かりやすい言葉ではなくて、あなたの痛みは僕には分かりません、でも分かりたいと思っていますだったのも、まあ、本当に良かったですよね。これはこう三尾の先ほどの三尾のセリフにも通じることですが、こう無理に共感するでもなく、その痛みを分かち合うでもなく、ただこうあなたのことを大事に思ってますって伝える、モネも亮にすがられて、亮ちんのことかわいそうって思いたくないっていう風に言っていたんですが、2人はこう誰かを思う気持ちにその嘘とか同情とかが一切なくて、その場しのぎの言葉でまあ、ごまかそうとしたりしないんですよね。ただこうまっすぐに相手を向き合うこう誠実さが似ているなというふうに思いましたし、そのだからこそそのこの2人の思いが通じ合って、まあ、SNS でもすごく、まあ、みんな祝福してましたけど、一視聴者として本当に嬉しいですし、まあ、たとえ、まあ、今後物理的な距離が離れてしまうかもしれないんですけど、いろいろぶつかってもこう思い合っていくことはできるんじゃないかなっていうふうに2人がこう抱きしめ合っている場面を見て思いました。以上第16週の振り返りでした。次週はようやく思いが通じ合ったモネと菅波が富に帰り、さやかたちから祝福を受けます。一方東京では気象キャスターのリコが気象コーナーの視聴率が低迷して悩み始めるんですね。負けん気が強くてこういつもにこやかなリコですが、まあ、これまでを振り返ってみると気象キャスターデビューの際に本番になってこう突然焦り出したり、今回もまあずっと幸せだった自分が報道に携わっていいのかというまあ思いを吐露したりと、まあ、内田が今回言ったようにやっぱりこう何かしらの痛みを抱えているキャラクターだと思います。まあ、次週はそんな彼女がどんな思いを打ち明けるのか、そしてまたリコが立ち直るきっかけを与える人物は誰なのかというところが注目ポイントになってくるかと思います。ぜひ来週もおかえりモネの振り返り動画をご覧になってください。ライターのトマトリコでした。